そ、なんだよつまんねえ。まあいい、どうせもうすぐあっちの世界はなくなる。戻るとこなんかないし、みんなシャドウに。ああ、何をこれ。人間はことごとくシャドウとなる。そして平らかに一つとなった世界に秩序の主として私が降りるのだ。秩序？降りる？なんだこいつ、急にどうしたんだ。こいつどうなってやがる。うん、違う、こいつ意識はもう足立じゃない。こちら側も向こう側も共にほどなく二度とは晴れぬ霧に閉ざされる。人に望まれた穏やかなりし世界だ。お前は誰だ。私は雨のさぎり、霧をすべし者、人の意に呼び起こされし者。お前たちが何者をくじこうとも世界の侵食は止まらない。もはや全ては時の問題。お前たちは大衆の意志を煽り熱狂させる良い役者であったが、それも終わりだ。すぐにもシャドウとなり現実を忘れ、霧の闇の中でうごめく存在になるであろう。何者だてめえ、なんでこんなことすんだよ。私は人を望みの前途へと導く者。人自らが虚構と映すとの区別を否として、心の平らかを望めど現実ではかなわぬゆえだ。そう、人自らがこうなることを望んだのだ。我が望みは人の望み。それゆえ私はこちらの世界を膨張させると決めた。ならてめえがこの胸くそ悪い世界をこしらえた元締めってことか。ここは人の心の内にもとよりある無意識の海の一部、肥大した欲と虚構とによって生まれた虚ろの森。人は見たいように見る生き物、真実を望まず霧に紛れさせておきたがる。にもかかわらず人は見えぬということを恐れる。それがつかの間、真実を欲する機械となって霧を晴らし、シャドウを苦しめ暴れさせる。だからすぐそばに人間がいたりすれば襲われて殺されてしまう虚ろの森。じゃあここは人の心に影響されるも何も、そもそも心の中の世界ってこと。人は真実を求めることを諦め、闇雲な混乱に沈んでいる。我が力は強まり霧は晴れぬ。世界は虚ろの森に飲み込まれるのだ。ごちゃごちゃうるさいのよ。私らの力であんた倒せば済むだけでしょ。そのお前たちの力とて、元をたどれば私がこの定めを招く先駆けとして授けたもの、虚ろの森を渡る力を得得せし者に私はそれを授けた。だからこそお前たちはこの世界に触れ良き働きを成した。この世界に触れる力を授けた、テレビに入る力のこと。じゃあまさか真夜中テレビもか。あの現象はお前が作ったものなのか。人はありのままを見るのではない、見たいものを見たいように見る。私はその後押しをしたに過ぎない。人々の見たいという心が集う世界、それが各々の望む通りに映る窓。人々は自ら進んで現実から離れ、より虚構を欲するようになる。見たいという思いが集まり、その対象が見たいように映る。だからメディアで急に騒がれた人が次々映ったのね、事実とは無関係に。確かにそうなのかも。ずっと気になってたんだ、生ための病室で見た真夜中テレビ。あれは生ための本心じゃなかった。私たちみんながこの人が犯人だ、許せないって思ったから、そのせいでってこと。確かに惑わされてた。そう、虚構を欲すれば欲するほど
人はますます現実を求めなくなる。そして森はどこまでも広がっていく。それがこの世界の膨張だ。クソが、大垣はもういいぜ。てめえが元締めってことだかい、よーくわかった。ああ、誰だか知らねえけどぶっ倒す。人がシャドウになりたがってるだ。人の望みがてめえの望みだ。ざっけんなよ。俺らがいつ望んだよ。達成ぐらいあがいてあがいてここまでたどり着いたんじゃねえか。そう、それだけが私の予測を外れていた。自らを殺すはずだったシャドウを次々と制御し、抗う力に変えてしまう素養、新しく不確かな覚醒。果たしてそれは欠けるに足る人の可能性であるのか、見極めねばならない。都合は聞いてねえ。ごちゃごちゃ言ってっけどよ、ぶっ潰しゃいいんだろうが。当然です。なら話は簡単ね。みんながシャドウになるの嫌くな。絶対にやっつける。全力でバックアップする。いちゃいけないでしょこんなやつ。うん。私が向かうのは、すなわち人やの望みに逆らう虚しい己。さあ、すべては甘き迷いの霧のうちに。でも、これで最後。今度こそ、全部終わる。でっかいクマ。来るがよい。Thank you.
な。ペルソナー頼む。ペルソナ
人よの進路や作業を妨げる者らに死を与える。ナオト君、しっかり立って。早く反撃だよ。ペルソナ、屈辱だ、許さない。頼む。負けないコマ、ペルコマ。おや、なるほど、強い力だ。力は心が生み出すもの。人の可能性をお前たちは示したのだ。いいだろう。お前たちが帰る場所の霧を晴らそう。我が望みは人の望み。人が望む限り私はいつでも現れよう。私はいつでもすぐそばにいる。お呼びでないコマ、クマたちが絶対させない。どちらになるかはいずれ時が示そう。新たな可能性の子らよ。足立さん、あいつに操られてたのかな。さあ、望んでた面もあったと思いますが。なんだよ、これで終わりか。別にいいよ、君らは君らで考えた通りに生きりゃいい。未来を変える力ってのが君らにはあるって言うんならさ。んなもん誰にだってあんだよ。さあな、行けよ。僕はもうダメそうだ。ここでシャドウにでも食われてやるさ。構うな、もともと僕を殺しに来たんだろう。ちげえよアホが。ここに瀕死のてめえ置いてって
いつか死体が上がって、そんなん何になんだよ。つまんねえ遊びは終わったんだ。てめえは連れて帰る。生きて裁きを受けなよ。それが現実のルールってもんだろ。そうか。そうだな。堂島さんもそれを一番望んでいるでしょう。同じ力があるのに、こんなに結末が違うなんてな。仲間ね。うざいよ、そういうの。でも、君みたいに生きてたら、少しは違ってたかもな。戻りましょう。どうも、堂島刑事から連絡を受けています。容疑は山野真由美、小西咲に対する殺人。以上でよろしいでしょうか。間違いありません。了解しました。下に救急車を呼んでますが、ここから担架で運びますか。救急車、堂島刑事が必要だろうと。容疑者を手厚く保護してほしいと、そのあくまで個人の要望として頼まれましたので。相棒だったもんね。では、担架をお願いします。了解しました。お母さん、ほら、晴れたよ。ねえ、約束通り外で遊んでいいんでしょ。こら、まこと、走ったら危ないでしょ。本当だ、キリ、本当になくなってる。私たち、今度こそちゃんとできたんだ。な、何先輩、泣いてるとか思った？眩しいだけだもん。こんな空青いの、久しぶりだから。終わったな。バカ、恥ずかしいこと言うな。なあ、俺だって感謝してるよ。けどま、これで俺たちの勝ちだ。え、なんすか。なになに。じゃあ行くよ。せーの、やったぜ。言えよ、リセちゃんときは息あったのに。いや、今のいきなり合わすってのはハードル高いと思う。今のどこに合わせればよかったんですか。王のとこ。もう一回やるしかねえんじゃねえすか。こういうの二度目とか閉まらねえな。じゃあほら、里中、もう一回やれよ、さっきの変な掛け声。変とか言うからやだ。あの、人目もありますし、この状態で長いわ。なんか手が汗ばんできちゃった。もう仕方ないクマね。じゃあここは先生、一つ頼みます。あー。
つうかこういうの終わった後じゃなくね？出発の時じゃね？いいじゃん。